LK EZH2O クーラー付きボトル注水ステーション LZ モデルをご購入いただきありがとうございます。こちらはラスです。新しいボトル注水ステーションの取り付け方法をラスがご説明します。取り付けには次のものが必要になります。手袋、安全ゴーグル、鉛筆、カッターナイフ、巻き尺、水準器、電動ドライバー、ビット用延長棒、排水トラップ、マルチビットドライバー。前準備にはウォータークーラー取り付け位置のコンセント、給水管および排水管の設置が含まれます。詳細は製品使用書をご覧ください。電源コードはどのモデルにも含まれていません。オプション部品は別途ご購入になるか最寄りの代理店にお問い合わせください。始める前にこの位置への水道の元栓を閉め電源を切ってください。また現地の配管、電気、その他に適用される条例に従ってください。詳細はユニットに含まれている取り付け説明書をご覧ください。クーラーの裏側に固定されている据え付け用ブラケットからネジを外します。床から下部の取り付け穴まで732mm、29インチを測り印をつけます。下の中央の穴をネジで固定してブラケットを取り付け、ネジは含まれていません。ブラケットが水平であることを確認してください。6つの取り付け穴すべてを使い据え付け用ブラケットを壁にしっかりと固定してください。据え付け用ブラケットはしっかりと指示されている必要があります。壁による指示が十分でない場合には構造用指示材を追加してください。クーラーを据え付け用ブラケットに取り付けます。ブラケットがクーラーの裏側のスロットに適切にはまっていることを確認してください。前面下部パネルを固定している4つのネジをクーラー下部から外します。前面下部パネルを下方向にまっすぐ引っ張って外します。適切なサイズのネジと座金、含まれていませんを2つずつ使い、ユニットの下部のボルト穴でユニットを壁に固定します。ネジは必ず構造部材にはめ込んでください。給水管を接続します。継ぎ手には外径 9.5mm、 8分の3インチの平紙弁付き銅管、メッキなしをお勧めします。給水管は壁から76mm、 3インチ以上突き出さないようにしてください。次にトラップを取り付けます。トラップからナットとガスケットを取り外し、クーラーの排水管に取り付けます。排水管の端がトラップの内側にはまっていることを確認してください。ナットとガスケットをトラップに取り付け、しっかりと締めます。紫のワイヤをボトル注水ステーションに通すため排水板の穴に上方向に通します。ボトル注水ステーションを箱から出します。上部カバーを固定している2つの取り付けネジを外し、上部カバーを外します。カバーの再取り付けに必要なため取り付けネジは捨てないでください。ボトル注水ステーションから壁プレートを外します。プレートを排水板上の壁に設置します。壁プレートを排水板上の中央に合わせ、6つの取り付け穴に鉛筆で印をつけます。ご使用の壁に適切な留め具含まれていませんを使い、壁取り付けプレートを壁に取り付けてください。取り付けプレートはしっかりと指示されている必要があります。壁による指示が十分でない場合には指示材を追加してください。ガスケット指示ブラケット、座金およびネジ2つずつ含まれていますを使い、ボトル注水ステーションの下部に黒いガスケットを取り付けてください。排水板上で作業する場合には傷をつけないよう排水板の前面をタオルまたは柔らかい布で覆います。ウォータークーラーからの紫のワイヤを下部ガスケットに通し、ボトル注水ステーションの裏面の
紫ワイヤに接続します。中、黄色いワイヤは使用しません。電源コードと給水管をウォータークーラー上部の穴に通してください。壁取り付けプレートから斜めに突き出している3つのタブにボトル注水ステーションを設置します。ガスケットの丸い突起が排水板の穴にはまっていることを確認してください。ボトル注水ステーションの上部カバーを取り付けてください。ネジは締めすぎないようにしてください。絶縁体を取り除き、ポリカンを切って給水管を短くします。 T 型の結合部に十分届く長さを確保してください。給水管を T 型結合部に接続します。ユニットへの元栓を開けてください。漏れがないかを確認し、あれば次の手順に移る前に直します。箱からフィルターを出し、保護キャップを捨て、フィルターを反時計方向に回しながらフィルターヘッドにしっかりと差し込んで取り付けます。青いラベルが前面に向いていることを確認してください。クーラーとボトル注水ステーションのプラグをコンセントに差します。噴水口まで水が流れるようプッシュバーを押してください。噴水口にカップをかぶせ、給水管から空気が抜けるまで水流を下向きに流してください。出荷時設定の噴水圧は 35PSI 約 241kPa です。給水圧が 35PSI に設定されていない場合は水流の調整が必要です。調節ネジはユニットの左側のプッシュバーの下にあります。右に回すと水圧が上がり、左に回すと水圧が下がります。噴水口から約165ミリ、6.5 インチ離れた排水板の下向き勾配部分に水が当たるようにすることが理想的です。コンプレッサーサイクルの終了時に水流が止まらない場合は、コールドコントロールを左に約 6.35 ミリ、4分の1インチ回します。センサーの前にカップを置き、ボトル注水ステーションが正しく注水を行うかどうかを確かめてください。ユニットをテストしたら下部パネルを取り付け、4つのネジでクーラーに固定します。おめでとうございます。環境に優しいクーラー付き LK Easy ボトル注水ステーションの取り付けが終わりました。他にご質問がある場合にはボトル注水ステーション同梱の取り付け・整備及び使用説明書をご参照ください。